後から痩せれば、今太ってても大丈夫だと思っているそこのあなた、そして僕、どうやらね、違うみたいなんですね。はいどうも、コッシーです。はい、恥ずかしながら帰ってまいりました。 え、体重128キロ。一番重い時は170キロあったことまる僕が太ってる人、ダイエットしたいなぁと思ってる人、太ってる人の生態に興味があると向けに、毎日投稿で YouTube にデブ情報とダイエット情報をお届けしていきます。はい、毎日投稿と言いながらね、投稿で申し訳ないんですけど、今日はね、リハビリカてら短めの動画でね、やっていこうと思います。今後もね、引き続き投稿していこうと思っているので、ぜひよろしくお願いします。そしてね、いいねやね、チャンネル登録もよろしくお願いします。ぜひぜひよろしくお願いします。ということでね、今日はですね、最初に言わせてもらった、えー、今太ってても、今体重が重くても、後から痩せれば一緒じゃんと。 今80キロの人がいて、今120キロの人がいた時に、120キロの人が、後から80キロになったら、80キロと80キロなんだから、一緒やんっていうね、考え方が、 二つね、危険なところがあるんでね、それについてね、僕、デブ個人のね、僕個人のね、勝手な考えをね、喋っていきたいと思ってます。ぜひね、ご自分のダイエットに活かしていただいたりだとか、わ、こいつマジでダメそうだから俺はこんなやつにならずに、一生懸命痩せるぞとかね、ライバルにしていただいたりだとか、何でもいいんでね、自分のダイエットにね、えー、活かしてもらえればかなと思います。それではね、話していきます。二つです。二つ危険があります。まず、120キロの人が80キロまで痩せれば、ずっと80キロの人と一緒だよねっていうのは、一緒の状態になりますよね。80キロと八十キロだから一緒になるはずなんですよ。で、これね、二つ危険なところがあって、 今日はね、二つ目について話していきたいんで、一個目はさらっと行こ,こうと思うんですけど、まずね、一個目は、さらっと行きます、一個目は。なんないよ。<laughs> 簡単だよね、これ。なんない、なんない、ね。なんかね、妙に自信があるんですよ。僕、170キロある時ですら、あの、120キロぐらいまでは簡単に、僕が本気出したら120キロまでは簡単に行くよと太ってんだから、簡単に減るのに決まってんじゃん。本気で思ってたんで、本気ですよ。その自己投、あの、ね、現実逃避じゃなくて、あの、 自分に無理やり自信出してるわけじゃなくて、本気で思ってたんですよ。120キロまで簡単に行くと思ってたんですけど、僕、結構自分なりにはね、のんびりではあるけど、そこそこやってるつもりなのに、128なんで、まだ。全然減らないんですよ。3年もかけてね。3年くらいかなかけて、全然そんなレベルなんで、僕、1年くらいでァッとなると思ってたんで、本気で。考えが甘いんだと。 人が多いと僕は思ってますなんでそもそもそんな簡単に1 2 0キロの人が例えば80とかねその皆さんが何 k ロか分かんないけど8 0キロにだったら6 0キロに簡単になると思ってることもならないよっていうならないよっていうなないてのが1つでも今日はここじゃないんですよこれが1つ目危険なとこなんですけどこ,れここじゃなくて2つ目ね今日メインで話してるのはこっちなんですけどなったところでっていうねなったとしましょうなる人もいますよだって僕は意思が弱いからならないと簡単にはならないけどなる人もいると思うんですよ いや、僕本気出したら120キロになるんだ。120キロだけど今、80キロになるんだと。本気出したらすごく80キロになるよと。で、80キロになるんだから今80キロのやつがいるけど、一緒でしょと。僕が本気出して80キロになったら、一緒でしょと。いいじゃん、別に僕今太って120キロでもと思った人がいますと。で、本気でこいつが意識が強くて、素晴らしいダイエッターで、減ったとしましょう。80キロ減ったとしましょう。で、80キロの人と80キロの人。もともと120キロあったけど、頑張って80キロになった人と、もともとずっと80キロの人。 がいたとして、これって一緒ですかって話したんですけど、これちゃうよねっていう、その、何が違うって、あの、ダイエットのね、目的って色々あると思うんですけど、僕、個人のね、勝手な考えで言うと、なんか幸せになりたいから痩せてると思ってるんですよ。なんか宗教じみっ,って申し訳ないんですけど、なんか幸せって何でもいいと思うんですけど、なんかなろうな健康になって長生きして楽しいこといっぱいしたいでも、なんか健康になって、その、親孝行したいでもね、子供の成長を見届けたいでも何でもいいし、健康だとか、あと見た目だとか、 あの自分のねその、自分が痩せた自分が好きなんだとかいろいろ何でもいいと思うんですけど、総じてね、ふわっとしちゃうけど、幸せになりたくて痩せてると思うんですよ。で、例えばね、仮に、本当かどうかわかんないけど、なんとなくみんなイメージあると思うんですけど、太ってる人と痩せてる人だったら、太ってる人よりも痩せてる人の方がなん、なんとなく幸せになるチャンスが多いと思うんですよ。そのなんかみんな,みんなからの目もいいし。 で、自分が健康的だし、で、やれることもね、その太ってたらできないことも、痩せてたらできることって多いんで、そう制限がなくなる、みんなからの見,見,た目あの見る目が変わる、で、健康的でね、寿命が伸びたりとかね、やれるっていうところ、この3つがあるんで、幸せになるチャンスが多いんですよ。で、じゃあ、80キロになれば一緒じゃんと。80キロの人と、百2 0キロから80キロになった人が一緒じゃんと。80キロと80キロが一緒じゃんと。これ今一緒なんですよ。今一緒なんですけど、今ね、この幸せのチャンスは一緒だとしましょう。 仮に一緒だとしたときに、いや、こいつ120キロあったときあるやんと。その、グラフにしたときに、この、ずっと120、80キロの人は、ずっとちゃんと健康的な状態なんで、この、ずっとその、100、幸せのチャンスがこう、100っていう、こう、ずっと、1年前、2年、2年前、1年前、今、1年後、2年後ってこう、ずっと、幸せのチャンスが80キロの人分、100あるとしたら、 120キロだと、例えば幸せが半分になるとしましょう。半分になると仮にしたときに、120キロの人は、今は痩せてるよ。今は80キロだし、まあ、次、来年も再来年も頑張ってずっと80キロ維持したとしても、維持したとしてもね、今まで太ってたよね。だから今まで太ってたときは、この120キロの人がやるチャンスなんてわけですよ。その幸せになりにくい状態。 まあ僕の偏見かもしれないけど、若干やっぱりみんなあると思うんですよ。太ってるよりは痩せてた方がチャンスが多いなっていうのはみんなあると思うんですよ。太ってる人が痩せてる人よりみんな不幸だって言ってるわけじゃないし、ダメだって言ってるわけじゃない。僕太ってるんで、そもそも。だけど、平均取ったらなんとなく痩せてる人の方が幸せな気がしませんっていうところで考えたときに、今追いついたとしても、今まで負けてた分はあるんで、その、面積にしたときに、この幸せ度がね、違うわけですよ。で、これ、大事じゃねっていう、この、 だから、その、後で痩せて追いついたところで、そのレースゲームじゃないんで追いついても無駄なんですよね。その今までの貯金があるんで、その、っていうところがあるんで、あるんで、いつもゆっくり痩せろって言ってるのこととは矛盾するんですけど、その、今痩せる、ずっといつでも痩せればいいって思ってるわけで じゃあダメだよっていうところが僕が個人的に思うところで、だからって僕すぐ痩せなきゃいけないと思ってるわけじゃなくて、その、ちょっとずつ今のペースでやっていかなきゃいけないっていう。どうしてもね、その、今痩せてなくても痩せれれば一緒でしょと思ってると、その、今はいいやし、ばらくいいや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 ってなってずっと太ってきがちなんで、その、ちょっとずつでもやっていきましょうよと。その、減らしてって、そのなんかちょっと体重減らしてって、その、ちょっとでもね、その、いい状態に、できるだけ早くしていかないと、その、今、一日一日、 一年一年、その、損してますよっていう、皆さん、皆さん、皆さん太ってるかどうかわかんないけど、僕はみんなで多分太ってるけど、太ってるだけで、健康に悪影響とか、周りの目がちょっと悪かったりとかとか、あとはね、その、やれることに制限がかかったりだとかで、日々の幸せへのチャンスがちょっと減ってるよと。で、ちょっと減ってる状態にみんな一日、二日、三日、一週間、一ヶ月、一年、二年、三年、四年って過ごしちゃってると、後から痩せたところで、この期間分 取り返せないよねっていう話をね、今日はね、したかったんでね、そのままさせてもらいました。ちょっとね、分かったかどうか分かんないんですけど、分かっ、ピンと来る人もいるし、ピンとこない人もいると思うんで、もうピンと来た人だけ生かしてもらえばよくて、ピンと来てない人は他のやつとか見てもらったりだとか、自分のピンと来るものだけ生かせばいいと思うんで、ダイエットもなんだろうな。 結果的に痩せれば何でもいいと思うんですよ。その、ダイエット方法が間違ってようが、その,その人の考え方、そのダイエットしてる人の考え方が間違ってようが、別に、先生になって誰かに教えてお金取ってるわけじゃなくて、お金取るわけじゃなくて、その、それぞれが勝手に痩せてるだけなんで、その、その人が、信じた方法で痩せて、気分が良くなったりだとか、幸せになったりだとか、体重が減ったりしたらそれでいいと思ってるんで、今日のね、考え方。今痩せてないと毎日毎日損してるんだよっていうのはね、その、損するのが嫌だな、嫌だなと思ったりだとか、その、頑張って、 痩せで、良くなろうって思う人よりも、やばい、毎日損してるから、この損をなくすために頑張んないとっていう、ちょっとネガティブなね、僕ネガティブなんですけど、ネガティブな人にもいてると思うんで、ぜひね、あの、一回自分の考え方にね、してみて、会う人だけで続けてもらえればなと思います。今日は、え太ってる人は毎日毎日ちょっとずつ損してるよ、きっとと。損してて、後から痩せたところで、追いついても、こ今までの損は取り返せないよねっていう話をね、させてもらいました。ぜひね、あの、一緒にね、 ライバルだとか、あと反面教師でもね、教師でも何でもいいんでね、どんな形でもご自分のダイエットに活かしていただければなと思います。ぜひ、チャンネル登録といいねもよろしくお願いします。絶対ね、続けておこうと思ってるんで、チャンネル登録といいねもしてもらって、1000、え、人、ー、目指してね、頑張っていこうと思ってるんで、えー、ぜひ応援よろしくお願いします。今日は以上です。明日か明後日かわかんないけど、また動画あげようと思ってるんで、ぜひ次もよろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。休みなさい。おはようございますかもしれないけど。じゃあね。